が百獣の王って感じだからな。存分に緊張しな。しなくていいじゃないんだ。どいて走る。おい、なんだこりゃ。キミコアンド絶賛点検中だよ。そのまま待ってて。怖がらないで、ただのファイアウォールだよ。全然痛くない。ダメ。終わったか。悪い、遅くなった。これが百獣の王、白衣重工のボス。はじめまして。ああ、これはこれは、プロ騎士さん、ついて早々申し訳ない。社長と待っていたところだ。じゃあ、あなたは…何すんだ、グレイス、おろせ。こちらが我が社の社長だ。おろせってんだろ。白衣重工社長のクレタ・ベロボーグ。よう、パエトン、みっともねえとこを見せちまったな。うちへの信頼が揺らいでねえといいが。安藤から連絡は来てる。お前ほどのできるプロ騎士が力を貸してくれると聞いて、みんな内心ホッとしてたとこだ。それでオタクも安藤から聞いてるかもしれねえが、うちは最近地下鉄工事の請負を勝ち取ったんだ。これが敵のしつこい妨害のせいで、なかなか手こずっててな。ああ、社長、プロ騎士さんの前であいつらを敵呼ばわりするのはどうなんだ。おい、ベン、甘えたこと抜かしてんじゃねえぞ。あのクソ野郎どもはこれまでも散々汚ねえ真似をしてきただろ。あんな奴らに気使うことはねえぜ。それにな、依頼を受けた瞬間からプロ騎士は俺らの兄弟になったんだ。兄弟に隠し事はしねえもんだ。安藤さんの言う通りだよ。これから手を組むんだから、私のことは兄弟、それか姉妹だと思って。おお、いいこと言ってくれるじゃねえか、プロ騎士。そのだ、我が社は機械製造と建設業をやっている、いわゆる新興企業だが、近頃は業界でもある程度業績を上げていて、それが地下鉄改修プロジェクトの請負につながったわけだが、それ以来俺たちは財力のある大手競合他社にとって目の上のコブになった。奴らは未だにプロジェクトの請負を虎視眈々と狙っている。俺たちがビジョンのようにスキャンダルで失脚するのを待ってるんだ。奴らは手始めに銀行を買収し、我が社に低金利で融資するのをやめさせた。次にチンピラを送り込んできて工事現場をめちゃくちゃにした。その後、建築確認済証と消防同意の審査をあの手この手で妨害したり、テレビ番組で小細工を仕掛けたりだな。よりにもよってそんな時期にうちの工事現場で事故が起こったんだ。先週、子供たちが3代もフォローの中で行方不明になったんだ。待て、グレイス、その言い方だとお客さんに誤解されるぞ。プロ騎士さん、うちの会社が独自開発したフォロー用知能重工業機械は知ってるよな。テレビで言ってた気がする。じゃあ子供って、もしかして機械のこと？そう、フォローの中でも
長時間安全に作業のできる知能ある重機。あの子たちこそが白義重工のコアコンピタンスなのさ。エーテル侵食に耐えうる性能はもちろん、あの子たちはその知能も特別だ。ホロー内の環境に合わせて自律的に作業ができる上、さらに特製の言語モジュールを搭載しているから音声対話も何のその。あの子たちはずっと私が世話をしてきた。メンテナンスやアップグレード、そもそもプロトタイプの技術を土台に各職種の需要に応じた改良をして、あの子たちを作り出したのも私さ。私にとっては我が子も同然なんだ。それが数日前、論理コアを更新してあげた直後のことさ。フォローの中で作業をしていた3代の子供たちが指令を無視して自分の意思でフォローの深部に入っていってしまった。以来戻ってこないんだ。まさか論理コアが故障したとか。原因はわからない。実際フォロー内作業に携わる企業にとってチップの故障やエーテルの侵食なんて日常茶飯事なのさ。ただそれが今の白義重工となれば、揚げ足取りには格好の材料だ。知能重機の性能は十分だったと思うけどな。わざわざ更新する必要あったのかよ。あいつの残したコードを論理コアに組み込みさえしなきゃ、今頃こんなことには。待って、おちびちゃん、まだチップの不具合だと決まったわけじゃないよ。それに美しくたくましい機械にはそのボディにふさわしい魂が必要なんだ。知能機械の開発に携わる会社の社長としてそうは思わない？魂がどうのなんつうのは私の知ったことか。社長だからこそ機械をただの資産として見なきゃいけねえんだろうが。あんなバカ高え知能機械をなくしたら大損だ。敵の問題があろうがなかろうが見つけるに越したことはねえんだよ。そういうわけだプロ騎士。行方不明の重機3台を捜索するためにフォローの奥までガイドがいる。これがうちらの依頼だ。うち2台の位置はざっくりだが当たりがついてる。他に知りたいことがあればグレースや安藤に聞いてくれ。